今回はモーセ使って握り玉やっていこうと思います。で、あのモーセの神化の時に握り玉にめっちゃ接待されてたんですよね。なので今モーセ重心化してめちゃめちゃ強くなったから、結構握り玉ぶち込みしてると思うんですよね。でモーセの神化の時って超ダメと非属性キラーしかなかったから、であとはSSR なんか貫通タイプになって、なんかそんなにめちゃめちゃ強くない、なんか SS があまり強くなかったんですよね。だから今ではもう壁ドン大号令みたいな、もう困ったらもう SS 使えばいいみたいな感じで、もうめちゃくちゃ強くなってるんですよね。これで、こうして、よし、OK。で、神化のモーセより、神化のモーセから、多分めちゃめちゃ火力上がってるはずだから、まあ、どれくらい火力上がってるか、ここ見てみたいんですよ、ここ行って。で、モーセの今の重心化って、超ダメと、超ウィンド、あとはアンチ減速壁、あとは非属性キラーだから、ウィンドを持ってるから結構優秀なんだよね。これで、はい、よし、 OK。まあ、元々の握り玉で、モーセの神化めちゃ接待されて、まあ前はモーセ接待されてたんだけど、でそっからベガとか使われてたんだけど、ベガとモーセだったかな、ベガとモーセで接待されて、で今はそれで出倒す、で今はモーセの重心化でめちゃくちゃ壊れてるんですよね。だからもう重心化してここでここで弱いわけはないんですよね、絶対。でさらに SS は壁ドン大号令だから、もう困ったらもう SS 使えば必ず突破できるみたいな。そしたらこういって A でとりあえずセット倒す。よし、 OK。 でもしかしたらボスのとこでこれボーンヒョロクダウンがこれしてると思うんだけど、ワンチャンボーンヒョロクダウンしなくても壁ドン大号令で無理やり突破できると思うんですよね。そしたらこういってこういって、まあ昔のモーセにはできなかったことは、これは私は進化して戻ってきたみたいな、過去のモーセよりは未来の私のモーセ、私はできますみたいな。そしたらOK。
こう行ってよし OK。 なんだか小説よりドキドキするかも。で、これで、って、あ、やべ。まあ、いっか。そしたら、って、まあ超スピードにして足速くすれば雑魚に入りやすいとかあるかもしれないね。でこれ感染技あるからもたもたしてると感染技で死ぬんですよね。だから早く上の雑魚を倒さないと感染技でもたもたしてると死ぬんですよね。そしたらこういってよし OK。 超スピードにして足めちゃめちゃ速くして雑魚に間に入りやすくするっていう手もあったので、そしたらでここで壁ドン大号令どれくらい強いのかちょっと見てみたいね。なんだか小説よりドキドキするかも。まあ当たり前のごとく普通に突破できるからね。やっぱで多分2段階だとダウンなしで防御力ダウンなしで突破できると思うんだよね。これで、まあ、とりあえず、まあ、雑魚は削っておいて、はい、そしたらで上のモーセがここにこれで多分いけると思うんですよね。これが契約の印。そんなに興奮してるとほらもうダウンする必要ないみたいな、もう過去のモーセにはできなかったことはこれなんですよね。はい、そんな感じで、はい、終わります。ごきげんよう。